稲毛新聞社が入居する大越ビル稲毛新聞は千葉市の政治経済情報や千葉市内のお店紹介、イベント情報などを伝える。無料投刊対象地域である千葉市の花見川区、稲毛区、三浜区の全域と中央区、若葉区、緑区の一部と無料投刊外地域に居住する郵送購読料を支払った人を対象とした。月刊新聞である。 創刊号以後のほとんどの記事と2003年4月号以降のすべての記事が公式サイトにて無料で公開されている。配布対象地域には無料でポスティングされているフリーペーパーであるが郵送購読料は年間3000円と設定されている。保守的主張であり、概ね革新政党、革新系メディア、国際連合、日教祖に批判的である。 戦争ができる自衛隊は本来であれば違憲だ。矛盾している。日本国憲法だからこそ改正すべきと主張は、しているが、それ以前に、議員定数や議員報酬、公務員の報酬削減と優先すべきものがあると、している。イスラム教や世界は敵だ。日本を神の国だと世界に主張すべきと主張している。熊谷俊人千葉市長に批判的で、これでよいか。 熊谷市政など特集を組むなどし問題を取り上げている。熊谷千葉市長は、稲毛新聞を玉石混合のメディアだから内容には注意すべきとツイッターで非難をした。ありがとうございます。